自動車界の SUV 人気は衰え知らずのようだが、車種が多すぎてどれを買うのか考えるだけで大変だぜ。本当に種類が多くて迷うわ。だけどランクルみたいな本格的なオフロード車と、ハリアーのような都会派 SUV のどっちにするって話なら迷わないよね。それが意外と迷うケースがあるようで、スズキのディーラーさんに聞いた話じゃジムニーとハスラーで、どちらにするか迷うお客さんが一定数いるらしいぜ。軽自動車の SUV といっても、ジムニーとハスラーなら方向性も全然違うし、どうして迷うのかわからないわ。むしろ違いすぎるから迷う人がいるそうなんだ。軽自動車ながら超本格的なオフロード車のジムニーと、どちらかというと街乗り寄りのハスラーの両方を気に入ってしまって、迷いまくるらしいぜ。そういうことなのね。確かに両方個性的だし、どちらか一台に決めろと言われたら困っちゃうわ。ディナーのメインを肉にするか魚にするか、そんな感じよね。まあディナーなら頑張れば2日連続で行って両方食えるが、車だと高い買い物だしそんなわけにはいかないよな。じゃあスズキの KSUV でジムニーとハスラーで迷った時、何を基準に決めたらよいのよ。それじゃあ、今回はジムニーとハスラーという、ある意味同門の SUV 対決のガチ比較で、どちらを買うべきか解説するぜ。できるだけ詳しく解説してね。まずはジムニーとハスラーの生い立ちや特徴から考えてみるが、ジムニーの方は意外と古い歴史があって、誕生から50年以上も経っているんだぜ。そんなに前からあったのね。軽自動車って経済性がメインに考えられていたイメージだけど、よくこんな本格的なオフロード車を開発したものだわ。それが元のアイディアはスズキじゃなくて、今はもう亡くなったホープという会社が四輪駆動不正治療万能車として開発したホープスター ON 型が出発点なんだな。ホープ？初めて聞いたわ。それで、そのホープスター ON 型ってどんな車だったの？コンセプトは、軽免許で乗れる不正治万能車、で、カタログにもそのキャッチコピーが歌われていたぜ。今聞くと謎だと思うだろうが、1968年まで軽自動車限定の運転免許ってものがあったからな。せっかくそのホープとかいう会社がそんな野心策を考えついたのに、なんでスズキがそれを引き継いだわけ？もともと資金力にも難があった上、ホープの社長さんは自動車事業がダメになると見越して、ホープを遊具メーカーの方向転換させたのさ。その時にホープスター ON 型の製造権をスズキに売ったんだぜ。そういうことだったんだ。でもアイディアは面白いけど、成功するかどうかわからない権利をよく買ったわね。それがスズキ社内は猛反対だったらしいが、後にスズキの社長になるスズキオサムさんが反対を押し切って買ってしまったらしいな。今になって聞くと大英断だったかもしれないけど、ダメだった車の製造権を買うなんて反対する気持ちもわかるわね。スズキオサムさんのインスピレーションだよな。それで1970年に登場したのが初代ジムニーで、スズキ幹部の懸念を嘲笑うかのような成功を収めたわけさ。そこから今までコンセプトを変えずに生き残ってきたのね。2018年にデビューしたモデルでまだ4代目でしょ。随分モデルライフが長いよね。そこもジムニーの大きな特徴だぜ。何せ基本骨格が頑丈なラダーフレームで、サスペンションは左右の車輪が繋がった固定軸で、快適性や先進性より悪路走破性や信頼性を重視した実用車だからな。つまり流行を追うようなモデルチェンジは必要ないってことだよね。そういうことだな。今の日本車でも特殊なポジションにいると言えるぜ。現行型のジムニーもだいぶ洗練されたとはいえ、普通の車から乗り換えたら相当ごつく感じるからな。そこでスズキが尖りすぎているジムニーと普通の軽自動車の中間車種として開発したのがハスラーなのさ。確かにアウトドアなんかでも、ほとんどの人は、道なき道を行く、なんてことしないもんね。ライトな需要に対してジムニーじゃ持て余しそうだわ。そんなユーザー向けに開発されたハスラーは、軽トールワゴンと SUV のクロスオーバーモデルという新しいジャンルを生み出したヒットモデルだが、このハスラーにも前身になるモデルがあったんだぜ。新しいジャンルの車なのに、その元になるものがあったんだ。ハスラーは軽トールワゴンと SUV のクロスオーバーモデルなんだが、スズキには2009年まで販売していた、軽、という軽セダンと SUV のクロスオーバーモデルがあったんだぜ。そんなモデルがあったんだ。なんか見たところどこに SUV 要素があるのかわかりづらいけど、一応そんな扱いだったのね。その軽の販売が終わった後の話なんだが、当時スズキ会長だったスズキオサムさんがある会食の場で軽の生産終了を惜しむ声を聞いたらしく、軽自動車のクロスオーバーモデルにニーズがあると確信したらしいぜ。また鈴木おさむさんのインスピレーションだったのね。それで開発がスタートし、2013年の東京モーターショーへ参考出品したら反響が大きく、2014年に発売したら大ヒットという流れだな。鈴木おさむさんの勘って当たるものなのね。今だったら軽のクロスオーバーモデルは普通になったし、先見の明がすごいわ。初代ハスラーは、5代目ワゴン R の基本コンポーネンツを極力利用しまくってコストを抑えたんだが、その割には完成度が高い仕上がりになっているよな。ちょっとレトロな雰囲気が漂うエクステリアデザインも良かったし、SUV っぽいテイストが受けたんだよね。2020年にはフルモデルチェンジされて2代目ハスラーになったが、相変わらず高い人気を誇っているよな。それじゃガチ対決の前に、ジムニーとハスラーの現行型の特徴とかを説明しておいてくれないかしら。うむ。
確かにガチ対決の前に、それを知っておかないと始まらないよな。まずは2018年6月にデビューした現行型4代目ジムニーだが、伝統が息づく一品だぜ。さっき言っていた、ラダーフレームに固定軸のサスペンションでしょ。軽自動車の規格に収まっているだけで、本格派オフローダーだからな。現行型ジムニーの大きな特徴は、2代目モデルをオマージュしたような角張ったデザインだぜ。遠くから見てもすぐにジムニーだってわかるもんね。デザインだけではなく、メカニズムも悪路を走るための車だっていう特徴があるな。今時の軽自動車はトランスミッションが CVT だらけだが、ジムニーにはマニュアルトランスミッションと4速のオートマの2種類だぜ。なんで CVT にしなかったのかしら。燃費だったら CVT の方が有利なはずでしょ。これもジムニーの伝統なんだが、エンジンを縦置きに搭載している FR ベースの 4WD になっていて、縦置き用の CVT をジムニーのためだけに作るわけにいかなかったんだろうな。開発コストをジムニーだけじゃ回収できないってことね。ジムニーには 2WD と 4WD を切り替える副変速機もついているから、完全にジムニー専用のトランスミッションなんだぜ。実は2代目ジムニーからあまり進化してないよな。孤高のモデルだからこその弊害なのかもね。一方のハスラーの方は、普通なんて言ったら失礼だけど一般的なスズキの軽自動車とベースが同じだから、開発もスムーズにいきそうだわ。スズキにとってみたらメリットだらけだよな。現行型も初代からキープコンセプトのデザインになっているが、細かく見ていくとより SUV らしさが増した感じだぜ。でも最近はダイハツのタフトとか、三菱のデリカミニみたいなライバルが出てきたし、前ほど余裕でいられないようね。確かに強敵が増えたよな。そっちとの比較は別の機会にするとして、そろそろジムニーとハスラーのどっちが良いのかガチで比較していくぜ。ジムニーとハスラーをどんなところから比較するの？やっぱり車だから、その走りで比べてみようよ。そうだな。いろいろと比較していくことで、それぞれおすすめできるユーザー像や、逆に買っちゃいけないユーザー像が見えてくるはずだぜ。ジムニーとハスラーじゃキャラクターが違いすぎるから、わかりやすいとは思うけど、どっちにするか悩んでいる人にとっては貴重なガチ対決の比較だよね。まずは SUV を名乗っているからには、悪路の走りがどうなのかを比較してみるが、これはジムニーの圧勝だぜ。そんなこと聞かなくたってわかるわよ。ジムニーは悪路でも走れるところが最大のメリットなんだし、それこそ四輪駆動不正治療万能車じゃないの。それはそうだな。むしろ問題はハスラーでどこまで悪路を走ることができるのか。ってことだぜ。そこのとこって実際にどうなんだろう。見た目は SUV 風だけどジムニーの足元にも及ばないでしょ。とはいえハスラーも 180mm という最低地上高を確保しているし、前方のアプローチアングルを29度、後方のデパーチャーアングルを50度も取って、ある程度のデコボコや坂道でもバンパーを擦らないようになっているからな。それだったら舗装をしていない道くらいなら問題なさそうだね。さらにハスラーにはスリップを防止するグリップコントリール機能や、急な下り坂などでスピードを7キロに自動で制御するヒルディセントコントロール機能が、初代ハスラーに続いて搭載されているぜ。さすが見た目だけではないのね。それでも悪路走破性じゃジムニーの足元にも及ばないのは、もうジムニーが凄すぎるってことだわ。ところが高速走行ともなれば立場は逆転して、ハスラーの方が圧倒的に優れているんだぜ。それってジムニーの能力が劣るってことなの？まあ悪路を問題なく走ることが最優先の設計になっているし、ギア比も低速走行向けのセッティングだからな。100キロもスピードを出したら、エンジンもかなり回ってど派手にうるさくなるぜ。もうキャラクターの問題だよね。そもそもジムニーで高速道路を飛ばす人って多いのかしら。一昔前までのジムニー乗りと言ったら、やっぱりオフロードに行くイメージが強かったんだが、最近は流行のせいもあって街乗りジムニーが増えたからな。意外と買ってから後悔するポイントになるんだぜ。じゃあ高速道路でも、あまり飛ばさないでマイペースで走ることが、ジムニーの高速走行でストレスを感じないためのコツなのね。そうかもな。一方ハスラーの方は、良い意味で普通の軽自動車的要素があるから、高速道路も普通に走ることができるのさ。それに乗り心地という点でもハスラーの方が上だよな。ジムニーって車ではあるけど、それよりギアって性格が強いのね。その点をよく理解しないでファーストカーとして買うのは危険だわ。それだけ特殊な車だと言えるよな。それにジムニーのようなオフロード車は、見た目重視でマットテレインタイヤやオールテレインタイヤを履く人が多いことも、悪路以外を走ると弱点になるぜ。あのごついタイヤでしょ。やっぱりオフロード車はあれじゃなきゃカッコつかないものね。だけどそれ以外のタイヤなんてあるものなの。それが最近はオフロードを走らない人用に、ハイウェイテレインタイヤってものがあるからな。しかもジムニーの純正タイヤは、このハイウェイテレインだぜ。でも走行性能面で比較したら、よほど悪路を走るつもりじゃなきゃジムニーの性能はオーバースペックになるわね。街乗りメインでよほどジムニーに思い入れがなければ、そう思ってしまう可能性は高いかもな。ちなみに同じターボ車同士を比較したら、ハスラーの方が断然力強い走りを見せるぜ。同じ 660cc のエンジンでスペック的にはあまり変わらないはずなのに、そんなにも違うものなの。エンジンの問題というより、ジムニーとハスラーの車体重量の違いが大きいよな。ジムニーの XC グレードとハスラーの 4WD、X ターボを比較すると、160kg も重さが違うぜ。結
軽自動車でその差は大きいよね。それじゃ加速性能も高速走行も、ハスラーの方がはるか上を行くのも無理もないわ。悪路を走るために、あらゆるところを犠牲にしているのがジムニーの清さだな。清々しさを感じるくらいの割り切りだわ。それじゃ、走行性能以外の使い勝手や経済性の比較ならどうなのかしら。趣味車のセカンドカーでもなければ、やはり使い勝手や経済性も気になるポイントだよな。とは言っても、普通に考えたら2ドアと4ドアという山よりも高いハンデがあるわけだから、その点を考慮してあげないと不公平だぜ。そりゃ4ドアの方が使い勝手が良いに決まっているからね。じゃあ2人で使うならばって条件で考えましょうよ。それが良いかもな。まずは内装の方を見てみるが、ここでも方向性の違いが明確にわかるぜ。ジムニーの方は、無骨さの漂うインパネなのね。イメージ通りというか、オフローダーはこうじゃなくっちゃって感じだわ。そうだろ。それに最近はタコメーターがついている軽自動車も少なくなったから、知らない人が見たら新鮮だと思うぜ。特に加速と回転数が噛み合わない CVT の場合は、タコメーターの必要性はないよな。なんか内装色の黒もマットな感じで華やかさのかけらもないけど、本格的なオフローダーならこんな感じの方がいいのね。ジムニーは、光の余計な反射を抑えながら傷もつきにくい表面加工をしているから、これも機能性を突き詰めた結果だよな。それとグレードによる内装の違いも少ないところがジムニーの特徴だぜ。見た感じシートのホールド性も良さそうだし、前席は快適そうじゃない。良いとこに気がついたな。このジムニーのフロントシートだが、スパルタンな硬さが疲れにくいと評判なんだぜ。長距離運転でも疲れにくいらしいぞ。ジムニーって長距離移動に不向きなんでしょ。なんか車とシートがミスマッチのような気がするけど、どうなのかしら。それは確かなんだが、長距離じゃなくても長時間座っていても疲れないだけマシだろ。次にハスラーの内装をチェックするが、やっぱりライトなユーザーを意識しているだけあって明るさを感じるよな。やっぱり普段使いでこんな華やかさというか、カラーの使い方は車選びでも惹かれちゃうわね。これはこれでジムニーと違ったギア感があるわ。ただジムニーが乗り心地が悪くてシートの座り心地がいいのと逆で、ハスラーは乗り心地は良いのにシートの出来がいまいちなんだぜ。ホールド性は皆無と言って良いくらいなフラットさだし、シート生地の出来栄えもパッとしないよな。そこは量産車でコストをケチっているんでしょ。だけど評価が難しいところだよね。ここはドライバー目線で考えたら、座った感じがしっくりくるジムニーの勝利でいいような気がするな。もちろんハスラーのインパネに良さも感じるが、安全運転の基本はしっかりしたドライバーズポジションの維持だぜ。それを言われたらグーの根も出ないわね。ちなみに後部座席はどうなの？後部座席の利便性で言ったらハスラーの圧勝になってしまうな。まあ2ドアのジムニーと比べるのもどうかと思うし、このガチ対決の条件が、2人利用、だからこれくらいにしておこうぜ。とは言っても普段使いだったらハスラーの方がいいし、内装の感じも可愛らしい感じがして好みだわ。どっちも良さがあるから比べて悩んでしまうのかもしれないぜ。これが同じ方向性の車だったらどっちが良いのか割と簡単にわかるからな。そうだよね。ミニバン同士とかトールワゴン同士の比較なら、きっとこんなにも迷わないわ。コックピットは好みの問題だとして、荷物を積む機能性はどうなのかしら。キャンプとか行くなら重要なことだよね。まずジムニーとハスラーを外から見ればわかると思うが、ボンネットの長さが全然違うだろ。この差はそのまんま室内空間の差になっているんだぜ。どうしてボンネットの長さがこんなに違うのかしら。それはエンジンを縦置きにするか横置きにするかの差だよな。それにジムニーは基本後輪駆動の 4WD だから、どうしてもエンジンルームが長くなってしまうわけだ。二人で使う前提のガチ対決だけど、ジムニーの後部座席を使ったら、全然荷物を詰めなくなっちゃうくらい荷室が狭いわ。まあ4人乗車だとハスラーの方もそんなに荷物を詰めないが、後部座席を前に倒すとフラットで広い空間ができるから、かなり荷物を積むことができるぜ。それに座面の昇降機能や前後のスライド機能は、両方が左右独立式だから便利だよな。そのあたりの機能性は、日常での利用をよく考えられたハスラーに軍配が上がるわね。そうだな。ある意味でジムニーは非日常を楽しむための車だから、かゆいところにあえて手が届かない機能性になっているわけだぜ。つまりジムニーに便利さを求めちゃいけないってことなのね。でも一人で使い回す分にはなんとか我慢できるかもしれないわ。それだったら誰にも文句を言われる筋合いじゃないからな。山奥の秘境みたいなところに一人で釣りにでも行くなら、ジムニーが最強だと言えるぜ。そんな使い方をする人がどれくらいいるのか疑問だけど、最近は軽自動車でも当たり前になった安全装備はどっちが優れているのかな。ジムニーには単眼カメラとレーザーセンサー、ハスラーにはデュアルカメラを使用したブレーキサポートがついていて、機能的には互角だと言えるな。ただハスラーの方は、上位の X グレードにしか設定されていないから考えものだぜ。まあ比べるとジムニーの方がお高いからわからないでもないけど、安全機能はついていてほしいわ。それとジムニーにはハスラーでは設定されていない、前席サイドのエアバッグに加えてカーテンエアバッグも装備されているから、安全面ではジムニーの方の勝利だな。そこは素直に認めないといけないわね。それじゃ今度はジムニーとハスラーの経済性を比較してみましょうよ。なんとなく聞く前からわかるような気がするけど。そうだな、わかりやすいところから行くと燃費の比較になるな。
最初から言っておくが、ジムニーは軽自動車界の中でも燃費の悪さは際立っているぜ。特にオートマモデルのカタログ燃費は、WLTC モードでリッター 14.3km という数値だからな。ちなみにマニュアルモデルはどれくらいの燃費なの？マニュアルモデルだと WLTC モードでリッター 16.6km だから、かなり違っているぜ。やっぱり低速走行を前提にした設定の影響が、燃費にも現れているよな。同じ傾向は軽の商用版なんかでも見られるから、何かを得るための代償とも言えるぜ。ハスラーの方の燃費が勝っているのはわかるけど、どれくらい優秀なのかしら。一番低燃費な 4WD ターボモデルでもリッター 20.8km だから、燃費に限って言えばジムニーに勝ち目はないよな。それじゃ経済性で言ったらハスラーの圧勝でいいのね。それがそうとも言えない要素があって、車を手放す時までのトータルで考えたらジムニーにも良い点があるんだぜ。もしかして高く売れるってこと？そういえばジムニーの納期が長すぎて、新車価格より中古車価格の方が高いことがあったよね。まあ長く乗りすぎた場合はその限りじゃないが、ジムニーを買ってから1、2年くらいだったらほとんど値下がりせず売れるから、試しに乗ってみて嫌だったら売るって選択肢もあるぜ。そんな考え方もあるのね。でも普通に考えたらハスラーの方が維持費とか安上がりでしょ。それを重視するならジムニーよりハスラーの価値よね。確かにジムニーを手に入れるなら、それなりの犠牲を覚悟しなきゃならないってことだな。ところでジムニーの納期とかってどうなっているのかしら。それとジムニーやハスラーがどれくらい売れているのかも気になるわね。ジムニーの納期は今でも1年くらいはかかっているようだな。地域によっても差があるみたいだが、長いところだと1年半待ちだぜ。相変わらずなのね。フルモデルチェンジのタイミングで、スズキが目標に掲げた月販3000台を大きく上回る注文が殺到したからな。それに仙台のジムニーは月2000台程度しか売れていなかったから、簡単に増産体制なんて作れないし作りたくないはずだぜ。そうかもね。思いっきり増産したら結果的に大赤字になってしまった、たまごっち、を思い出しちゃったわ。それで4代目ジムニーは何台くらい売れているの？2023年5月までで約18万台も売れているから、スズキの立てた目標を達成しているぜ。ニッチな車なのにすごいよね。ハスラーの方は完全に量産車だし、もっと売れているんでしょ。現行型ハスラーは、2020年1月の発売から2023年5月までで約26万台売れているから、月に直すと6000台を超えているぜ。これもスズキの目標を上回っているから成功車種だと言えるよな。その成功って、スズキが考えていたジムニーとハスラーの住み分けがうまくいっているからなのかな。それが最初に言ったジムニーとハスラーで悩む人の多くは、ジムニーの長すぎる納期でハスラーを選ぶらしいから、複数の選択肢を与えられている効果だと思うぜ。でもディーラーの人にとってはありがたいラインナップだよね。そんな人がいるのなら、ジムニーとハスラーのオーナーさんの意見もいろいろありそうだわ。ちょっと興味が湧くわね。そうだな。様々な評判や意見があるが、ジムニーとハスラーの違いを見ていくと、ジムニーの方は信者とも言えるような熱量を感じてしまうものが混じっているぜ。ジムニー教の信者ってこと。まあジムニーに限らず熱狂的なファンはいるものだから、無駄に他の車を批判してなければ良いと思うわ。まずはジムニーの方だが、基本的に趣味車、セカンド、サードカーですから一家に一台で選択はお勧めしません。が、この車の趣味性を理解してファーストカー以外の用途で所有する意義は素晴らしい世界観と自己満足性を大いに備えた素晴らしいジムニー。というのが、ジムニーという車の本質だよな。それを知っていてジムニーを選択するかどうかだわ。やっぱりマニア心をくすぐるのね。それを端的に表しているのが、一般市民にとってジムニーは明らかにオーバースペックですね。だけど本物の機能性を持つものを所有するという所有欲が男心をくすぐる車なんですよね。腕時計の100メートル防水や1000分の1秒まで測れる機械式なんかと同じですよね。って意見だな。いやいや、女心をくすぐるだってありだわ。でもマイナスな評価もあるんでしょ。そりゃあるぜ。ジムニーからハスラーに乗り換えました。やはり決め手は燃費ですね。長距離通勤にジムニーはきつかった。と聞くと、全く実用性を度外視していることがわかるな。このオーナーさんは1台持ちでジムニーだったのね。残念ながら選択ミスとしか思えないわ。ところが燃費の悪さも信者にとったら気にならないようで、燃費はエアコンなしで 11km、エアコンつけると 9km しか走らないんですが親の車より燃費良いから許せます、だそうだぜ。その評価で気になるのは、親がどんな車に乗っているかだわ。気になるよな。親の低燃費車のこと。今度はハスラーのオーナーさんに行くが、ジムニーほど尖っていない車だから満足したという意見が多いな。オレンジのハスラー今乗ってます。メインが街走りやっぱり最適ですね。って感じの人がたくさんいるぜ。だけど、さっきジムニーからハスラーに乗り換えた人みたいに、比較してみないとわからない部分が多いよね。それがいるんだな。ジムニーに乗って初めてハスラーの良さがわかった、とか、新型ジムニー乗ってますが、完全にハスラーのが実用的です。特に新型ハスラー4駆ターボだと思う走りの違いに愕然とする。なんて聞くと、ジムニーを選ぶと失うものも多いことがわかるぜ。やっぱり普段使いもしたい人がジムニー1台持ちにしちゃうと、かなり大変になっちゃうのね。
ところで売れまくっているジムニートハスラーだけど、中古車市場はどんな感じになっているのかしら。一時期は過熱していたジムニーの中古車相場だが、見たところだいぶ落ち着いたようだな。現行型ジムニーの中古車も1700台近くで回っているし、100万円台の中古ジムニーも見られるぜ。本当に落ち着いたのね。だけど安い中古車は何か訳ありなんじゃないの？まあ詳しく見ていくと、安いのは仮想高か修理歴ありのジムニーが多いようだな。ドレスアップなんかしたジムニーなんかだと300万円以上のものもゴロゴロ見かけるぜ。だけど他の中古車と違って、ジムニーの場合走行距離だけじゃなく、どんな場所を走っていたのかも気になるわ。そうだよな。道なき道を走れるばかりに前のオーナーさんによっては、状態が悪い中古車もありそうだぜ。ハスラーの中古車はどんな感じ？現行型ハスラーの方は2174台ヒットしたぜ。まずまず新しいモデルの割には多いよな。ただ安い中古車は事故車だらけだぜ。ほんと中古車ってピンキリだから気をつけなきゃダメだわね。同じスズキのジムニーとハスラーを、いろんな観点から比較してきたわけだが、改めてジムニーがいかに得意な車かってことが分かったよな。そうだよね。本来であればジムニーとハスラーを比較するのは度量違いだけど、実際にこの2つのモデルでどっちにするか悩んでいる人がいる事実を考えたら、無駄なガチ対決じゃないと思うわ。ここまで解説してきた対決の結果と、オーナーさんたちの意見を総合すると、よほどジムニーを好きか覚悟がない限りハスラーを選んでおいた方が無難そうだよな。実際に乗り比べたオーナーさんの意見がそれを物語っていたわね。ただ好きで乗るなら後悔してもそれを楽しむくらいの気持ちでいてほしいわ。まあな。要は高い買い物だし、ちゃんと考えてから決めることがポイントだよな。それじゃ今回のジムニー VS ハスラーガチ対決の話はおしまいにするぜ。ジムニーとハスラーについて、みんなの熱い気持ちをコメントしてくれ。そして、この動画が面白いと思ったら高評価よろしく頼むぜ。みんなのコメントと、高評価のおかげで動画作成頑張れてます。これからもみんなが楽しめるような動画を投稿できるように頑張るので、チャンネル登録で応援していただけると、とても嬉しいです。それでは今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。